こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。泉区にお住まいのクラフト作家佐藤ひろえさん、5年前育児で忙しいお母さんのためのクラフトサークルを立ち上げました。出産をきっかけに、子供連れで出かけられる場所ができたらいいなと思って作りました。お子様連れの方も気軽に参加していただけるワークショップの活動をしています。子供と一緒に楽しめるワークショップは、なかなか自分の時間が持てないお母さんたちの息抜きの場にもなっています。結構赤ちゃん連れていらっしゃる方は、外に出るきっかけになりましたっていうお声もいただいています。ワークショップを開くため独学でアロマの研究を重ねた佐藤さん、教えてくれるのは季節の花が主役のアロマキャンドルや、お風呂に入れて楽しむバスソルト作りなど、新生活にぴったりで気分も上がります。色とりどりのお花があってもう幸せです。あ、本当ですか。はい、香りだけで幸せな気分になります。あ、よかったです。作り方はとっても簡単、親子で一緒に楽しめます。できました。あ、もう少し入れてもいいかもしれない。まだ入れてもいいですか。じゃあもうちょっと入れましょう。今回の手仕事手帳は、春の香りに包まれながらの手作り体験、癒しのアロマクラフトを紹介します。では佐藤さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして子どもたちもこんにちは。こんにちは。佐藤さんのお子さんとお友達が集まってくれました。今日はボタニカルジェルキャンドルということで、こういうお花を入れた透明なキャンドルを作っていただきたいと思います。可愛いですね。あとこの空間がすっごくいい香りがするんですけど。あ、本当ですか。はい、この天井とか壁に吊るされているドライフラワー、すごく可愛いですね。はい、これ自宅で採れたものとか、あとはお花屋さんで買ってきたものをこう吊るしてドライフラワーにしています。すごい。お手製のドライフラワーを使って子どもたちと一緒にアロマキャンドルを作ります。まずこちらにご用意しているラップにくるまれたジェルを、はい、思い切って剥がしてください。はい、みんな剥がした。みんな剥がした。その感じでいい。あ、いい、いいね。みんなできたかな。はい、OK。 はい、みんなできました。はい、そしたらそれを容器の中に入れます。はい、容器の中、できるだけど真ん中に入るように。ど真ん中に、ど真ん中に入れてください。そしたらこういう状態にお花を詰めていきます。上だけじゃなくて横からも可愛く見えるように。そうです、詰めていかなきゃいけないわけですね。はい、もうみんな早速お花詰めてる。ちょっと待って、私も決めます。え、どうしようかな。はい、今のお花だったらどっかありますかね。そうですね、こちらにある例えばミモザとか、はい、あとはチューリップ、こちらには赤いものをご用意しておりますが。お、悩みますね。子どもたちはもう悩むことなくどんどんと入れてますね。そうなんです、邪念がないので。邪念がない。私は邪念があるのでじっくり考えて入れたいと思います。悩んだ末に春の花ミモザを選びました。ちょっとこれだけでも結構可愛いんですよ。存在感ありますね。そう、なんか綺麗に。でここの真ん中のキャンドルの上の部分にお花が来てしまうと、火をつけた時に引火してしまったりするので、キャンドルの上にはお花が来ないようにした方が。わかりました。でも子どもたちも一緒にできるっていうのがやっぱりいいですね。そうですね、結構楽しい作品が出来上がったり、普通だと想像しないようなことがこう起こってたりするので。基本男の子たちはもう遊んでますね。ものづくりに正解はなし、感性を生かして自由に楽しんでほしいと佐藤さんは話します。作ってる過程でこんなに癒し効果があるなんて幸せですね。そうなんです、お花を触ることで、やっぱりこういい
日頃のねストレスがこう出ていくようなそうですそうです幸せな気持ちになりますよね。なります。はい、どうでしょうか。もう黄色と青でいいと思います。容器に花を入れたらそこに注ぐジェルを作ります。みんなうまくできるかな。はい、ビビビビビすごいスライムみたいだスライム。電話は混ぜていいの。うん、混ぜていい混ぜていい。よし、結構ブリブリブリですね。そうなんです。でもこういうの子供好きそうですねブリブリのジェルを温めて液体にしたら好みのアロマオイルを加えます。ラベンダーの香りがいい人。はい、子供たちはラベンダーの香りを。ラベンダーラベンダーいいね、仲良し。私はベルガモットやイランイランなどをブレンドしたリラックス系の香りを選びました。でこれであの竹串とかヘラを使うと、はい、ヘラからこう気泡がブクブクブクっとこう出てきてしまうので、はい、もう手でぐるぐるっとこんな感じでいいでしょうか。はい、混ぜていただいて。あ、いい香り。あ、しますね。ずっと幸せです。もう適温になったと思いますのでこの中に注いでいくんですが、はい、注ぐ時にこうぐるぐる回して入れたりすると気泡の原因になったり、はい、あとあの溢れてしまったり。ジェルを注ぐ時は気泡を作らないようにすることがポイントです。回さないように一点で、はい、入れていきます。あ、ちょっと緊張しますね一番大事なところです。そうですよね、はい、重要な。ふう、頑張ってください。入れますね。じゃあ、はい、動かさずにずっと入れ続ける、はい、いきます。はい、でもしこぼれてもそのまま溶けてる子供たちからすごく注目されています。気泡ができました。気泡できましたね。できてしまいました。いいんですいいんです、ない方です。これでも。あ、本当ですか。はい、でこの気泡あの私は結構好きなんですけれども、気になる方はあのライターなどで炙ると泡が消えますので、はい、ジェルの気泡はライターなどで炙ると消えるそうです。ただしお花に火をつけないように気をつけて。お、あっという間に消えますね。あっという間に消えるんです。え、きれいきれい消えました。はい、大丈夫ですかね。ここにも、ここも。はい、すごい、なんか完成です。完成ですか。嬉しい。まあ、アロマキャンドルとして使ってもいいですけど、はい、お部屋のインテリアとして置いておくのもいいですよね。はい、まさに今新生活なので癒しを吸い入れてもいいのかなと思いました。あのお花嫌いな方ってあまりいらっしゃらないと思うので、ちょっとお部屋が明るくなると思います。一箇所にだーっと。子供たちのキャンドルも無事に完成。みんなよくできました。コロナ禍ということで実際に出歩けなくてお友達が少ないんだっておっしゃるあの赤ちゃんのお母さんとかもいらっしゃって、まあ、今後オンライン講座などもできればなと、あのいろんな方とつながったりできればなと思っています。アロマキャンドルできました。作る人の感性を大切に、親子で楽しむクラフト体験です。十人十色アロマクラフト春色、佐藤ひろえ。